紀元前6世紀のイタリア周辺の言語分布、リブルニア語は古代のリブルニアに住んだリブルニア人が話していた言語で死語。リブルニア語はインドヨーロッパ語族のケントゥム語派に属すとみられ、北西側で話されていたヴェネティ語に近い系統と思われる。ヴェネティ語はイタリック語派に近いとも言われている。リブルニア語自体は書き残されていないが、人名、神名、 氏名等が文献に残されており、特に人名には、ウェネティ語との共通点が多い。例えばボリュームズ、ボルト、ホストマイナスといった語根、またカス、オカスなどの設備字がある。このように、リブルニア語とウェネティ語は名前に関しては共通するが、一方でこれらがイリュリア語と近い系統にある、可能性も否定できない。音韻的にもこれらに、 共通の性質があるとする言語学者も多い。リブルニア人は紀元前35年ローマ人に征服された。リブルニア語は紀元後の早い時期に死滅し、ラテン語にとって変わられたと思われる。ありがとうございます。